はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ前回の続きからやっていきたいと思います。メルビルが襲撃されてますので、一旦宿屋に泊まるためにゴールドマインに逃げ込んだところですね。じゃあこのままメルビルへ突入しましょう。お城に入れるかな。入れるね。あ、なんか神殿の方も行けた気がするんだけどな。まあ、こういう機会じゃないと城には入れないからね。こいつらかー、ちょいと厄介だな。この陣形ではこれは厄介。ボーンゴーレムがね、何気に攻撃されると強えんだよな。先手で倒せれば全く問題ないけど。よし、 OK。 大地の剣マジで強い。普通の攻撃が、そしてなぜか弓を使い続けるという。いや、ちょっとヤバそうな時はこういう弓使うけど、なんとなくね、多分技の種類が増えていくと大弓とかも使える技の回数が増えると思うんで、多分ね。どこ行けばいいんだ。超こいつ固定モンスターだな、あの骸骨くん。その後ろにめっちゃうちゃうちゃいたし。あれ待って、トマホークだった、だね。まあ、弓のレベルが上がればそれなりにダメージが当たる。やっぱレベルが大事なんだな。目つぶしも大して意味ないからね。そもそも大地の剣はミスらないんで、レイピア属性だから。よし、ちょっとセーブしてる暇がないからね。おお、え、ちょっと待って、キングリベンジって何？初の敵だけど弱そうは弱そうだよね。弱かった。で、あと後ろに敵がうじゃうじゃいるんで、まあ、そいつら倒していきましょう。ちょっとお金がもう9999になってるんで撤退します。モンスターが多くてめんどくさいけどしょうがない。街の中はね、あいつ閉じ込められてると思ったら普通に来やがった。街はそんなにねモンスターがいるわけじゃないんで、とりあえず寝てレザーグラブあたり売ってジュエルに換金しよう。売るものを常に一つ持ってないといけないっていうのがめんどくさいよな。売ると古文書とかだって0円、売るとどうなんだろう。傷薬売ろう、15円だから。で10円、ジュエル7か、すげえな。ここまで普通に金を貯め込んだのは初めてだな。メルビル行って神殿の方もな覗きたいんだよね。武器がげっちょういっぱいいる。
お、ここはモンスターがいないね。ちょっと待って待って待って、出てきたよ。どっから出てきたんだよ本当に。弓とか言ってさ、レベルが上がるごとにすげえ火力が上がるんだけど。さすがにね、500を超えることはないけど、ちょっと防御してるでしょ。それでも200当たるからね。あれ、こいつ初めて、オーガメイジって鉄球持ってるやつ見てないよね。早いな、やっぱりここら辺のランクの敵早い。早めと戦法で先制しないとちょっと危険かな。ヒットポイント高いし、実質クローディアも今あんまり戦力になってないからな。うわ後ろだ、ちょっとまずいなこれ。いや、早草やったところでこいつ攻撃できねえから、ここはちょっと日本地理か。早草トマホークで、早草、早草二段突きの普通の二段突き。早すぎる、弱い。スティールソード弱いわ。これ使ってくれればダメージは食らわないから日本一強。武器って大事なんだな。また弓に戻すか。スティールソードのまんまだったら実質アルベルトも戦力外になってたね。グレソはね、同じ2段階目の武器だけど結構使えるからね。火力は高い、やっぱり両手剣。でこれどっから行く、なんかどっか行けたような気もするんだけど、待ってけっ、これはやばい。こいつはもうガチでやべえかんな。普通の攻撃でいこう。ただはやぶさ普通の攻撃、グレソが400。大地の剣いいわ、強い。これで倒せるか。よし、クローディアの前に攻撃されるとちょっと危ないね。ただあ、いけた。これはちょっと陣形を崩されてるけど弓でいこう。真ん中にいるときはもうフォークはトマホークだな。あ、ダブルアタック、これ結構強いんだよね。あ、死んだ。敗者は2回食らうと確実に死ぬからな。あー、どうしよう、ガラルにして前に出よう。げっ、こいつも攻撃できねえんだ。これで片付くでしょ。なんもわからん。敗者は回復させなくていい。や、こいつはやばい。ちょっとこいつだけ2段打ちをやっておこう。で弓にしよう。あとははやぶさ攻撃で、こんなのさ、もし2体出てきたらかなりやばいよね。1600、2000、やっぱ2000じゃ倒せないね。2500か。
し階段、これどこに行くんだっけ、変なやつがいるね。あいつ倒したところでさ、別にメルヴィルの敵はいなくなかった気がするんだけど。お、クレソが上がった、よし。今いくつなんだ、そろそろ15になっても、よーし、千鶴残月が使えるようになった。ただグレイは別に他の技は特段ないからな、他の武器か。グレソを使い続けるしかない。ベルニーソード買う、ベルニーソードの9600円くらいするんだよね、ガーララックスと同じくらいするから、結局ジュエル1個分なんだよな。それでまたアイスソードを買うってなると4万円使うことになるでしょ。2段切りでいこう。よし、オッケー。まあそのままあいつを倒しに行くか。オッケー、またこいつか。ハヤブサは入力するのがめんどくさいんだよね、唯一の欠点として。これをやるのとやらないのでは火ダメージがだいぶ変わると思うからな。一回セーブするか。あ、上にまたミニオンがいるじゃん、その者たちを殺せ。サルイン様の復活を阻もうとするやった、必ず仕留めろ。今日はバーファル帝国最後の日、そしてお前たちにも最後の日だ。めっちゃモンスターに囲まれてるし、ゲッ、ちょ待って、はなんて後ろからなの、よくわかんねえんだけど、ひどくね、サイクロプス。前に出る2回やんなきゃいけねえじゃん。ここはハヤブサの2段突き、必殺、あ、使えるわ、弱っ。ほらクリティカル、弱え。いやー、びっくりした、バックアタックになってるところがビビったよ。でモンスター普通にいるんだけど、このイベントってさ、なんかこなさなくてもいいような気がしてきたな。倒したから何なのっていう。全体攻撃を使える技がもう一種類くらい欲しいね。流星剣だけだと火力がないからな。大地の剣が15まで育ってくれれば多分結構強いと思うんだけど。ちょっとじゃあ変えるか。これは普通に歩いて帰るしかないよね。指のレベルが上がった。
もうちょっと一回逃げ帰りましょう。敵が多すぎる。しかもあの神殿のイベント、まあ、やらなくてもねいいイベントっぽい。もう初めてやったんだけど、一回ローマンに行って、どうしようかな。ジュエル7の4600円か。グレーにねベルニーソードを買うかどうかだよね。この先アイスソードまでちょっとまだありそうだからな。どこで売ってんのか知らないけど、クリスタルシティとかに行けばあるかな。でね、あのメルビルのイベントをクリアするとね、その全高値が上がっちゃうんで、そうすると多分オールドキャッスルに行けなくなるんだよね。ちょっと調整のためにこのイベントは残しておいて、アロン島のキャプテンシルバーの財宝を取りに行こうかな。特にそれは全高値とか関係ないはずなんで。ブルーエレ、ブルーエレはあれか、ガーラル系か。ガーラルソードとかが売ってそうだよね。ガーラルアーマー、ガーラルヘルム、ガーラルノッテ。ガーラルソードにしてもいいかな。ガーラルソードとグレソ、まあ、そりゃガーラルソードの方が強いよね。あー売ってね、3500円。スピアの方が高いんだ。フレールが一番安い。え、どっちが攻撃力高いの。ガーラルフレールとかってどういう必殺技が使えるんだろう。それによってはちょっとガーラルフレール使ってみようかな。全体攻撃が欲しい。打撃系武器だよね、ガーラルフレール。全部敵単体だ。カメゴーラ割とかあるんだこれ。へえ、なるほど。通常攻撃9、攻撃力見よう。武器、大地の剣は14、スチールソード8とか弱えな。ガーラルソード10、あんまり強くないね。グレートソードが9だからちょっとだけ強い。ちょっとだけだね本当に。でベルニーソード11か、そこまで強くはならないな。アイスソード16、やっぱ強えな。ガーラルアクスも11。あ、値段と一緒だな。値段が一緒だったら攻撃力もほぼ一緒だ。ガーラルスピア10、グレソよりは強いやっぱり。で弓は6、7、9、13、ガーラルフレイル9、ガーラルフレイル9、グレソと一緒じゃねえかよ。じゃあガーラルソードにしようかな。炸裂拳覚えるね。炸裂拳って範囲がどれくらいかだ。片手剣、ガーラルソード、炸裂拳。あー敵一列か、なるほど、なるほど。どうしようかな。ただ両手剣もな、敵全体攻撃とかアイスソードまでいかないとないからね。お金を貯めておくか、悩むな。あ、また騎士団の人が来てる。グレー様探しましたぞ。テオドール様が軍を率いてフラーマ様の住むバイゼルハイメへ押し寄せたんです。ハインリッヒ様もテオドール様と一戦交える覚悟。このままでは騎士団は分裂です。これを止められるのは名誉騎士であるグレー様を置いて他にございません。何卒ご助力を。こっちやる。ちょっと悩むな。あ、3地点いけるな。サルインの復活が間近に迫っています。この世界も滅んでしまうのでしょうか。そんなことは絶対させない。サルインは悪心ながらも強い神です。普通の武器では倒せないでしょう。ミルザも神々の武器を得て戦いました。そのような武器をどこで手に入れるか。ウロの東の山中にサルインよりも古い城の廃墟があると言われています。よし行こう、まあ、行くは行くんだけど、先に地名だけを出しておくと。イスマスに行ってイスマスから経由していこう。
あ、バーバラいるね。もうバーバラ戻しちゃおっか。アイシャここまで鍛えたけど、まあ、ハルベルトはあげよう記念に。これ頑張ってくれたまえ。防具は何にもないけどね。よし、ちょっとバーバラ戻しますもん。アイシャ、さらばだ。いなくなった。いや、グレイ一緒に行くかい。一緒に行く。まあ、ヒットポイントは低いよね。どこまで育ってる？聖杯8まで育ってる。ハルベルト14だし。いいねいいねいいね。これだよこれ。で、術は水27回。魔15回。もうちょっと外で鍛えてもよかったかな。まあいいか。これで頑張っていきますか。バーバラはだからハルベルト。もう14だからあと1か。一回寝よう。で、ウロに行ってオールドキャッスルの情報を聞きます。で、オールドキャッスルを行けるようにしてから、まあちょっと他のイベントを進めていくと、まあ、オールドキャッスルのね情報さえ聞いちゃえばそれでいいんで。5400円。え、ガーラルスピア買ってあげようかな。じゃあバーバラどれ。あ、ベルニーの弓か。ちょうどぴったりだね。本当だったらさ、その水流のイベントでベルニーの弓が景品っていうか、なんていうの、褒美としてもらえるはずだったんだけど、なんかそれできないっぽいから、もういいや買おう。よし、弓13か。でもまあちょっとベルニーの弓使っていくか。で、ガレサステップからちょっと一回ウロへ行って、で、その後何のイベントをこなすかだよね。またメルビルに戻ってメルビルのイベントやる。どうせなら、おお、なんかデイピア技数がすげえな。ゲイ弱え。やっぱり武器レベルだ。全ては武器レベル。武器レベルが最低10くらいいかないと話になんないわ。腕力とか器用さっていうそういうレベルじゃない。武器レベル全ては。まあ、ただクローディアはね素早さ早いからね、1戦闘に1回くらいは攻撃してくれるはずなんで。とかガチ弱えわ。いいね、大地の剣上がれ。器用さだけかい。育ちきるまでが大変だな、何事も。今何、毒針これ。ヒットポイントかい。なんか上がんないとき上がんないんだよな。上がるときポンポンポンって上がってくんだけど、全然上がらないこともある。で、ウロで、ウロのこのお子ちゃまだったかな、東の山の方で大きなお城を見つけたということで行くとオールドキャッスル。ただしオールドキャッスルはまだ行かない。メルビルで戻りましょう。
まあここも敵がね多いんでちょっと早送りでやっちゃいます。何こいつ君たち仲間なのっていうくらい、じゃあに話そう、話せねえし。ネビルとかだったっけ。いやこの悪魔絶対仲間でしょまあいいや。ベルニー弓がね全然レベル上がんないんだけど、どういうこと。未だにレベル2なんだけど。2だよね。武器いっぱい装備してるとレベル上がんなくなるとかそういうのあんのかな。2から先全く上がんないっす。強そう。一応ハヤブサで取っていくか。スフィンクス、あー千鶴残月だけでいいや。ダルベルトも大地の剣上がりきったんで今スティールソード鍛えてます。なんだよくわかんない。でベルニーミ超弱いだから今なんで上がんないんだろう。スティールソード33か。いや、もうベルニーミ攻撃したから全力でいこう。スティールソードはスティールソードでいいや。ここら辺もあと1だと思うんだけどな。ゲッ、強いね。マジで上がんない。そなたたちはサルウィンと戦うつもりのようだな。ミルザはその命を捧げたが、そなたたちは生きて戻ってくるのだぞ。その時今までの全ての苦労に報いようだけ何もくんないんですよねここ、まあ、お金はそこそこ。もう戦闘だけでここまで貯めたからな。てかベルニー弓マジで上がらない。何なんだろう。
回寝て回復させて、弓より弱いからね今で。この次どうしようかな。ちょっともう一回銀融詩人に話を聞きに行きますか。ブルエレでいいや。ブルエレの銀融詩人も話聞けるよね。なんかもうそろそろ四天王とか倒せそうなんじゃないか。結構強くなってるし。でそんなことは絶対させない。あ、ここだね。あなたこそは世界を救う素質ありと見ました。あなたならばミルザの歩んだ道をたどれるかもしれません。彼はガレサステップにある太陽の祭壇から神々の用意した最後の試練に挑戦するために旅立って、見事それの試練をくぐり抜けたのです。ということで、これで最終試練もね受けられるようになったんで、まずは最終試練をクリアしてからオールドキャストに行かないと両方ともできないんですけど、もうちょっとやっぱ強くしたいよね。というわけでどれをやろうかなと悩んでるんですけど、フレイムタイラント倒せるかな。せっかくここにいるんでメルビル行って、でメルビルも解放されたんでフレイムタイラントのところに行きましょう。ちょっとフレイムタイラントが一番多分戦いやすいんで、地理的に行ってみますと。でそうすればね、火人ボーグリン、非人ボーグリンっていうかなり強いアイテムが手に入るんで、まあ、その後ろから冥府にも行けるんだけど、ちょっとそこはまだ押さえておきます。ジェルトンに行きます。久々のジェルトンだな。ここも乗っ取られてるんだよね多分乗っ取られてるけど施設は動いてるはず。やっぱり結構モンスターの勢いが強くなってんだろうね。サルインの復活が迫っているから。モンスターいるけどさ、船渡しさん大変だよな。いやほんとベルニー弓上がってくんないとさ、何の戦力にもなんないんだけど。今回攻撃してないから上がんないけど、ちょっとパブに行って、こいつらが道を塞いでるけど、あ、グリーンのやつが出てくるようになった。こいつも初出だね。1攻撃は弱いか。なんか吹雪とか使ってくるんだっけ。吹雪使われたら一巻の終わりだよね。アメジストあたり誰か装備しとかないとね。あ、1ポイントしか上がんない。なぜだ。なぜ上がらん。ポン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 上がってくれればな。いいんだけど。こんなさ、ずっと1とか。はっきり言って戦力外だからね、こんなの。上がる基準がよくわかんないんだけど、完全ランダム。いやでもやっぱレベル低い方がね上がりやすいからね、他の武器使ってても。ガスティルソードが先に上がったスティールソード今いくつだろう。まだ12か。全然まだまだだな。トマエ火山からモンスターが押し寄せてきたということで、これトマエ火山に行けるので、まあそれはちょっと次回やっていきたいと思います。ちょっとねベルニー弓全然レベル上がんないのがよくわかんないんだけど、このままだと本当にクローディア使い物にならないですね。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。